また時間ができて、少し前にあった話をまとめたんで、気晴らしに10日。去年の秋の話です。H、コンパクトの件で懲りたのかと思ったら、懲りてない。相変わらず見えるのを利用してちょいちょい稼いでるようで、そのやつの小遣い稼ぎに関わる話。いつも H はいらんことする。とやつの絡む話には常に不愉快、でも他に見える人の知人がいないため縁切り困難の映画、文句より興味で根掘り葉掘り聞いてた、怖いよりは珍しい事例です。コンパクトの件を投稿してから、何ヶ月かした頃、H から連絡が来て、飲みに行くことになった。で呼び出された先が、変な場所だった。少し距離のある市で、町外れに森っぽい林があって、その中、おいおい、と思いつつ指示された通り砂利を敷いた道に入ったら、なんか錆びれた石碑みたいなもんが奥にあった。石碑の横で待ってた H に、おいこら、と言うと、奴は、大丈夫、大丈夫。いるけど、しょぼいやつだから。とかほざいて、カッカッカと笑った。そうか。んじゃ、とっとと出て飲みに行こうぜ、と俺が言ったとこで、H の携帯が鳴って奴が出た。はい、J。俺、以後、俺の略称は J とします。来たよ。あ、ここ。H が携帯を切り、砂利道を歩いてきた B に手を挙げた。やっほー、J 君。手を挙げ返しながら歩いてくる B の姿。手にはコンビニ袋。お疲れー。B さん、コンビニ行くとき迷わなかった？少しだけ。横道間違えちゃったみたいでした。ここ戻るときも。答えた B が、コンビニ袋の中身、雑誌とかお茶ペットとかガムとか、なんかこまごましたものを、下げてたバッグに詰め替え始める。その隙に俺が H を見ると、小声でこそこそ説明してくれた。頼まれごとで、話の段階じゃよく見えなくてさ。最悪のケース想定して B さん呼んどいた。勇み足だったけどね。そういや、会う日時と場所を指定したのは H だった。何も知らない既婚女性の B を、1対1で呼び出せる仲じゃないから、俺を口実に使いやがったらしい。C は嫌がったんだろう。音量塊付き男愛の件以来、B の話はしたくないっぽい様子だから。呆れた俺に構わず、H は続けました。J と B さん、仲悪くはないんだよね。今日は一緒に飲みで OK？ 一軒目で B さん返して次行ってもいいよ。一軒目、俺おごるよ。いや、B 一緒で全然構わないし。三人でいいんじゃね？で、そのまま飲む店の相談してたら、また H の携帯が鳴った。携帯を見た H は、俺と B に向かって行った。悪い。ちょい待ってて。少しかかるかもしんないけど。B は、J 君いるし、大丈夫。おしゃべりしてますー。と脳天気に答え、H は俺だけにこそっと。この辺、B さんいたら寄っても来れない連中ばっかだからさ。全く心配しなくていいよ。と言い、夕日の差し始めた木立の間に消えてった。そいで B とダラダラ学生時代のこととか喋ってたら、ものの数分で。おい、J。って H の声がした。なんか妙に焦った声だった。おう、なんだ、早いじゃん。ああ、ちょい、こっち来て。ややあって、道じゃなく横の林の中から現れた H は、頭に蜘蛛の巣を引っ掛けて肩に葉っぱつけて、変に青ざめていた。H、なんかあったのか。俺が尋ね、B も。H さん。と不思議そうに聞いたが、H は答えもせずに凄まじい勢いで近づいてきた。そして俺の腕をがっしり掴んで、結構な力で引っ張りつつ。来いよ。と言った。何か変だ、と思って、俺はなんとなく腕を引く力に抵抗して、引っ張り合うようになったところへ B が割って入るように近寄って。H さん、何したんですか？と言った。そしたら、ぶった曲げたことに、すごい勢いで向き直った H がパッと俺を離したかと思うと、B の胸ぐらを掴んで、ぶん殴った。バキッと、グーで、女の顔面を。悲鳴を上げて倒れる B。俺は仰天して、動くこともできずにただ H の形相を見ていた。さらに B を引き起こして、二発目を入れようとする H を、やっと動いた俺が引き止めて手を離させた。B は、よろけながら立ち上がり、止める間もなく、じゃあ、助けてー。みたいに叫びながら、林の中に走り込んで逃げ出した。慌てて追うとした俺の肩を掴んだ H を見て、
表情に正直ビビった。これマジで H か?と思った俺の耳に、A の声が刺さった。J 君、H さん、大丈夫?ああ、大丈夫。今、撃退したから。H が張り詰めたような大声で返す。ほい、J。やっと少し表情の和らいだ H は、携帯を俺の耳に突きつけた。J 君、もういない、B の偽物。え?思わず聞き返した俺に、A はざらっと説明してくれた。さっきまで俺といて、H を待ちながら俺と大学時代の話とかしてて、H に殴られて走って逃げた B は、B じゃない、と。完全に思考の停止した俺を H が引っ張って、林から普通の道路に出てしばらく歩いて、コンビニを見つけて近づいた。もう薄暗くなった駐車場に、B がいて、携帯をいじってました。あ、J 君、H さん。元気よく声を上げた B の顔には、殴られた跡など全くなく。待ち合わせ場所に戻ろうとして道に迷って、コンビニ戻っちゃって。メール出しても返事ないから、電波悪いのかなって焦ってたんですよ。うん、電波悪かったし J 来たし、動いちゃった。メールは来てないなぁ。かろうじて笑ってみせた H と、まだ思考停止してた俺の携帯が、一緒になった。B です。すみません。コンビニには着いたけど、そこ戻る道がわからなくなっちゃいました。コンビニで待ってるので、J 君着いたらコンビニ来てくれませんか?着信したメールを読んでやっと頭が動き始め、混乱の渦に巻き込まれた俺をよそに、H と B はまた飲みの店を相談してた。決めると、さっさと電話して予約した二人に引きずられ、とりあえず飲んで喋り、一段落したら早めに店を出て。主婦だしお子さんいるから、そろそろお開きで。と H が B を言いくるめて解散し、俺は半ば混乱したまま帰宅しました。数日後、H と連絡を取り、A 交えて3人で会って、やっと俺は事情説明を受けることができました。分身というか、自分の姿を見る人が出る場所、たたりなどがないか調べてくれ。との依頼を受け、見た人と直接会った H が、敵の気配や強さがなぜか読めないことに心配になり、保険に B を呼ぶことを考え、後日に俺との飲みをセッティングしたのは、前述の通りです。とりあえず気配を探りに一人で現地入りした H は、相手の気配が、予想以上にしょぼくて貧相なことに拍子抜けしたそうです。確かに霊的なものがいる、だけど年代物の割に本当にしょぼい。相談者に会っても読めなかったのは、しょぼすぎて気配が弱かったからだ、と納得したほどで。分身とかを見せる以上のことができそうには全く思えないから、気にする必要なし。それが当初の H の結論でした。いやね、本当に貧相だったのよ。来て損したと思うくらい。と。で、B が待ち合わせ場所の石碑に来て、二人で J を待ったが、最悪の事態を想定して、ヤバいものがいたら、うまいこと B のあれを使って B 当人には気づかせずに片付けよう。と算段してたらしい。H のこういうとこが、A の神経に触るようですが、待ち合わせ時間をずらしてあったので、暇すぎて間が持たない。B がガムを欲しいと言ったので、コンビニへの道を教えて行かせた。一人残って、漂えども姿はない貧相な気配をお遊び程度に探ってるうち、俺到着。続いて B 機関。その時はね、本当に変だとは思わなかったんだよ。あれもいたし。H も A も、見える人はみんな、人を見るときには外見だけじゃなく、自然に気配やついてるものも見るのだそうです。B は全く普通に間違いなく B の気配を持っていて、あれもいた。何も疑う要素はなかった。ただ一つ違和感があったのは、ちゃんと見えるあれの気配が、変に弱いというか薄いこと。気配の質は同じだから、B の中に引っ込むと気配が弱まるのか、と解釈してスルーしたのだが、仕事電話で石碑を離れてからもやはり気になる。なんだろう、見えるのに弱いってか、薄いってかペライってか、と考え続けてて、ふっと頭に浮かんだ言葉。ハリボテみたいな気配なんだ。いや、引っ込むと外側が抜け殻っぽく残るのかも、と考えても違和感が打ち消せない。形だけ残して中身が引っ込むとか、なんかすごく不自然だ。そういう偽装とか貼ったりとかと一番無縁な、生の力がむき出しでいるような存在が、B のあれなのに。どんどん不審が増してきたので電話を中断して引き返し、こそっと B の写メを撮って、A に送って聞いてみたそうです。
すぐに A から返信があり。B のあれじゃない。絶対違う。と断言。あれは引っ込むと形が見えなくなる。その時も気配は残りがみたいに B を包んでいる。弱くなんかならない。と。その返事を受け取った H は、瞬時に結論に到達したそうです。あれが偽物で、背負ってる B が本物ってのは、絶対に、ない。ありえない。どんなにそっくりでも、B ごと偽物なんだ。と。その辺の理屈は、正直俺の理解できない点もありましたが、とにかく偽物のあれを背負った普段通りの B は、見える人視点ではありえないようです。なお、H を焦らせ A にも驚きだと言われた事実。それは、石碑にいたものが、気配や付き物を模写したことでした。二人の弦では、他人の声や姿を真似る者は割といる。そして人間の姿を模した程度のものは、本人の気配とか憑依してる霊とかを映さないので、幻覚でも化けてても、見える人には疑問の余地なくわかるのだそうです。なのに今回のものは、本人の気配やオーラ的なものどころか、背後の霊の気配まで含めてコピーしようとしたわけです。これは本当に、見るのも聞くのも二人とも初のケースだそうな。B さんのあれも、特殊レアものだし、さすがにコピーきれなかったんだろうけど。それでも、あの精度だよ。普通の人なら、守護霊まで完全にコピーできる可能性が高いよ。H さんが騙されたくらいだもんね。なんだろ？それ、弱いってのも不利じゃなかったんですか？ A の質問に、H が身振り手振り交えて説明した限りでは、A の見解も。それは確かに、取るに足らないレベルですよね。とのことだった。そのしょぼい貧相な気配が、B を模して何をしたかったのかも、謎です。あの時 H は俺が狙われたのかと慌てたそうですが、冷静に帰ってみると、生身の人間一人を同行できるほどの力はなかったようだと。そして今となっては、調査もできない状態だったりする。というのは、あの日、H に全力でぶん殴られた者に何があったのか、あれ以降、その貧相な気配の持ち主はいなくなってしまったからです。後日、石碑を訪れた H、with 俺と A、は、いなくなっちゃった。特徴しながら言いました。A も同意したし、その頼まれ事は、どうやらこれで解決ってことになるらしい。パニックでフルスロットル状態の H に殴られて、消えたか逃げたかしたんじゃないか。とは A の言です。また、H の突然の暴行に仰天した以外は、特に体感がなかったと思った俺だが、後で思い出すと、一つだけ確かに変なことがあった。石碑の横で、B だと思ってた何かとひとしきり喋った記憶があるのに、何を話したか全く思い出せないんだ。大学の頃の話をした、というような曖昧な記憶だけ残ってて、何年生の時のこと、とかどのイベントの話、とかが全くわからない。飲み屋で本物の B が喋ってたことは、俺が上の空気味だったにもかかわらず、しっかり覚えてるのに。H と A に話すと、さらに難しい顔で。ってことは、幻覚系じゃないよな。変身で、H さん騙すほどそっくり？と、二人して首をかしげていました。長い割に結局落ちなしですが、以上です。